はい、皆さんお疲れ様です。今日は初めての場所です。ここですね、バスターミナルの前です。まあ、ここで少し街頭演説やってみようかなと思います。まあ、バスターミナルで待ってる人たちにね、こう見てもらえればいいかなと。あと車のね、数もまあそこそこ通ると思いますので、はい、ここでやろうかなと思います。じゃあ、早速始めましょうか。今からね、つまらない街頭演説しますので、よろしくお願いしたいと思います。Guys, let's do this. みなさんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。2015年の、後半から街頭演説とか政治活動を、始めています。思います。アメリカの有名な IT 企業の初任給は100万円超えていますので、日本人の生活水準を上げるとか地方の生活水準をこう良くしていくためにも新しい産業というのは、ね、絶対必要なのかなと思います。杉本修一講演会としては、起業家支援とか子育て支援、この2つの法律だと他の国々と比べてお金と時間が、ね、非常にかかるんですね。21世紀は情報化社会ですから、スピードも、ね、非常に重要ですからね、もうちょっとここら辺も効率化を図るべきかなと思います。まあ、税金だけに頼るのではなくて、減税をすることと、規制緩和と、この2つが海外からもその優秀な人材を呼び込むことに、つながってくると思います。まあ、教育に関してはその英会話教育と金融の教育と、この2つに力を、ね、入れていけるように提案をしていこうと思います。まあ、英語ができるようになればその入手する、情報の質とも、質量ともにね、格段に賃金で見れば韓国にも抜かれてしまっていますので、もっと生活しやすいような、日本人の生活水準を上げていくためにも、まあ、平均賃金が上がるようなそういった政策が必要だと思います。まあ、浜松は、田舎ではありますが、一応新幹線を使えば東京まで1時間半ぐらいで行きますし、まあ、ネットがつながっていれば地方でもね、ビジネスとかあとは投資もできますので、東京とか大都市圏のその子育ての人たちにもっとアピールして、浜松にね、こう興味を持ってもらえるような活動もしていきたいなと思います。まあ、だから浜松を子育てする場所にして、で東京で仕事をするとか、まあ、そういった生活ライフスタイルもね、可能だと思いますので、まあ、浜松のそのアピールもね、特に首都圏の子育て世代の人たちとか、あとは起業家の人たちに対してもっとこう宣伝をねしていきたいかなと思います。まあ、そうすることでその特に、子育て世代とかあとは起業家の人たちに対して、アピールをして、地元の、人口の底上げもね図っていきたいと思います。まあ、静岡県内の人口も確か、6万7千人ぐらい過去5年間で減っていますし、浜松も80万人の、ね、人口を切っちゃっているのかなと思います。まあ、日本人の人口が減るということは、税金を払ってくれる日本人の、かなり活躍できる時代だと思いますので、まあ、能力とかセンスも必要だと思いますが、まあ、子どもたちの個性を潰さないような教育にすることで、そう日本人全員 の, その全体の生産性をこう高めていきたいかなと思います。まあ、時代がどんどんこう変化の、ね、スピードが速いですから、まあ、時代の変化にと思いますので、まあ、人口の底上げと、あとは起業家支援、この2つによって、もっとこう活躍しやすいようなビジネスチャンスのある街づくりということをやはり提案の方をしていきたいなと思います。本当に難しいと思いますが、前例にとらわれないような政治をこう作っていきたいと思いますので、本当にもうすぐなんですけども、来年の4月に向けて、また頑張って、準備の方をしていこうかなと思います。まあ
基本的にはね、朝一から活動して、ね、街頭演説をやらないといけないかなと思っているので、まあいろいろ挑戦してみようと思います。よろしくお願いします。じゃあこれでいて、一旦終了します。お疲れ様でした。お願いします。 Thank you for watching. Stay tuned. See you there. Yeah, you. Bye.